ミロクがついに真の目的を口にした。このままではモンスター界、人間界、いずれも滅びる。ならば人間を滅ぼしてでもこの世界を救うと。そして俺は知らなかった。その頃マナの家でも大変なことが起きていたということを。マナ、これからする話はあなたの人生を大きく変えてしまうかもしれない。それでも聞きたい？はい。そう、あなたのお父さんはね。私はあなたはあなた、マナ・リビングストンよ。でも自分をしっかり持ちなさい。さもないとこれからあなたを襲う運命の牙に逆らえないわよ。なんだあの姿は。さっきより強くなったっていうこと？今までの魅力だって強かったのに。かなり苦しい戦いになるかもしれない。滅びもまた救済、大いなる輪廻の輪に乗り、いずれかに転生する。何勝手なこと言ってんだよ。滅びが救済なんて意味がわからない。ヨナ、おいよ、うわ、何龍馬の銃が効かない。つまりあれは幻影であるな。幻ならば攻撃しても無駄である。違う、あまりに瞬間的にかわしているから突き抜けるようにしか見えないんだ。そんな、どうしたらいいんですか？そうである、今こそ予言の力である。ノストラダムスはあらゆる未来が見えるのであるよな。いや、もうあんな未来なんて見たくない。怖い、怖いの。スピードだけでなく力技でも圧倒的か。絶望的なこと言うなよ。じゃあ希望があるのか？いや、ありえない。だが、やるしかないな！龍馬たちが全力で攻撃してかなわないってことは、弥勒の攻撃はそれ以上。いかに龍馬やカムイといえど、弥勒の攻撃をまともに食らったら、この世界から永遠に消えてしまうかもしれない。このままだとレンたちが…マナ、ダメよ今言ったら。でもレンたちを放ってはおけません。話してください。戦うのは私、連れて行くだけだよ。分かったね？はい、ワルプルギス。それからさっき言ったこと忘れないように。あなたはあなた、マナ・リビングストン。私は私、マナ・リビングストン。ものは試して受けてみればこの程度か。なんちゅう剣圧、しかも片手。龍馬、行き先で切れんもんはないぜよ。時間差攻撃でもダメか。マナ、自ら来たか、赤い月の解放者。
おっと、それ以上は近づけさせないわよ。この時の濁流においてお前にできることは何もない。ダメだマナー。許さんぜよ、わしらが相手じゃ。では与えよう、滅びという名の救済を。ダメ、みんな逃げて。お前は人間ではないのだ、マナ。アニマ。こんなに近くにいたのに、この時は全然気がつかなかった。これからマナを襲う運命の牙に。I won't be my sorry partner.